中川洋造は、日本の政治家、兵庫県火災市長、北条鉄道代表取締役社長、大阪市北区長等を務めた。現在、合同会社 NCC 代表社員、早稲田大学パブリックサービス研究所、昌平研究院、東洋大学 PPP 研究センター、客員研究院、プラチナ構想ネットワーク特別会員、 一般社団法人兵庫総合研究所政策顧問等に就任している、兵庫県火災市生まれ、兵庫県立法上高等学校、新州大学経済学部卒業、大学卒業後、鹿島建設に入社、1980年、創設後間もない松下整形塾に入塾、愛沢一郎、鈴木康とも、小野信也らがいる、元財務大臣で、東洋大学総長だった、 塩川正十郎にも影響を受けた。2002年、長野県知事選に立候補するモラク選。2003年、大阪市長選に立候補するモラク選。2005年、出身地である兵庫県笠西市の市長選に立候補し、現職市長の柏原正幸を破り初当選を果たす。市長就任時、当時の市税収入の10年分帳にも積み上がっていた過去の累積債務を 実質6年間で33%削減した。教育や、子育て分野、医療福祉分野、雇用や税収増につながる分野には税金を投入し、企業誘致や税収増や、雇用増という実績を残した。2007年4月、市長が職員を不正に採用したとする疑惑が報道されたことをきっかけに、同月、火災市議会で百条委員会が開かれ市長、不信任を受けた。 中川市長はこれに対抗市議会を解散させた。出直し市議選ではほとんど同じメンバーが再選され、今度は中川市長に対する二度目の不信任が可決され失職。中川は採用のあり方を正したものであり、不正採用はむしろ議長らが関与して過去の火災意志にあったとして、自身の身の潔白と改革続行を訴えた出直し市長選で再選を果たした。 2011年5月、3期目の市長選では、市役所業務の多くを民間に移行する、包括的民間委託、環境と景観のまちづくり、ICT や自動運転など、先駆的な技術を取り入れたプラチナ都市構想を掲げて、参戦を目指したが、河西市の市職老執行委員長や河西市課長を務めた、元河西市職員の西村和平に敗れた。市長在職中は、 火災市や兵庫県が出資する第三セクター、北上鉄道株式会社の社長も務め、全国初のボランティア駅長制度など、数々のアイデアで廃止寸前のローカル鉄道を軌道に乗せた。退任後は、政策シンクタンクを設立し理事長に就任するも、大阪市北区長就任に際して、政策顧問となった。大阪市長に当選した橋本徹が実施した大阪市下十四区長の、 公募により、2012年より、北区の区長を務めた。2014年2月、橋本徹市長の辞職に伴う出直し、大阪市長選挙への立候補も視野に入れ、橋本市長の辞職に合わせて、中川も北区長を辞任。大阪市役所を同日退職。この時の大阪市長選への立候補は見送ったが、以後様々な選挙に立候補した。 2015年4月の大阪市議会議員選挙、大阪都構想をめぐる政治対立を批判、今すぐやれる改革、今優先しなければならない政策、大阪都構想の進め方の問題点などを市民に訴えるため、帰宅選挙区から立候補するが、候補者6人中6位で落選。2015年11月の大阪市長選挙無所属で立候補するも、 候補者4人中3位で落選。得票数は35,019票。有効投票総数の10分の1に満たなかったため、協託金を没収された。2016年7月の東京都知事選挙2016年6月21日、舛添陽一が辞職。これに伴って行われた、知事選に無所属で立候補するも落選。得票数は16,584票。 有効投票総数の10分の1に満たなかったため、協託金を没収された。2017年7月の兵庫県知事選挙無所属で立候補するも、候補者4人中4位で落選。得票数は10万2919票。有効投票総数の10分の1に満たなかったため、協託金を没収された。2017年10月の神戸市長選挙無所属で立候補するも、 候補者4人中4位で落選。得票数は57,794票。有効投票総数の10分の1を過ろうじて超えた。2018年4月の西宮市長選挙2018年1月20日、今村学児が辞職。これに伴って行われた市長選に無所属で立候補するも、候補者6人中6位で落選。得票数は5,705票。 有効投票総数の10分の1に満たなかったため、協託金を没収された。2019年2月の小野市長選挙2019年2月3日の小野市長選挙に立候補した。中川は、小野市と隣接する笠西市や三木市などと合併し、北張間市を目指すと語り、1999年の初当選の後2003年以降4回連続。 無投票当選であった現職の宝来津と無市長に挑んだが大差で落選した。2019年3月の赤市市長選挙2019年2月2日、泉ふさが辞職。同26日、これに伴う市長選に無所属で立候補することを表明したが、前職の泉が立候補表明すると3月8日に立候補の取りやめを発表した。選挙戦の構図を泉対、 半泉、非共産とするため、だという。選挙戦では、元赤市市長の北口博とを支持したが落選に終わっている。2019年4月の赤市市長選挙2019年4月21日に行われる赤市市長選への立候補について、出直し選挙の結果で判断したいと述べ、結局は立候補しなかった。 2019年5月の火災市長選挙2019年5月19日執行の火災市長選について同年4月30日に無所属で立候補する意向を表明し告示の12日に立候補を届け出た現職の中川の他現職の西村和平市長と新人の吉田稔元火災市議会議員が立候補し西村が大差で参戦中川の得票は 西村の半分強ほどにとどまり、2位で落選した。2019年7月の三田市長選挙2019年7月21日執行の三田市長選について、同月3日に無所属で立候補する意向を表明。すでに中川に先立って、現職の森哲夫市長と、長谷川美紀、前三田市議会議員も立候補表明。投開票の結果森市長が再選。 中川の得票は2位の長谷川の半分に満たず、3位で落選した。ありがとうございます。